まあ立ったり座ったりっていうのはあるけど大体普通のね生活して私なんかでもいろんなものをこうね書いたりですね本読んだりする時は座っていて座りすぎて,すぎてるって言われるとおっとというふうには思うんですがこれはあのお母さんに伺いたいんですがあのこれ座りすぎっていうのはどんなまあ体にも影響を含めてあるのかというのは座りすぎた状態っていうのはまああの私たちの下半身を。 考えていただければいいんですけど、はいはい、全身のその筋肉が七十パーセントぐらいついてるんですね。七十パーセント。はい、はいはい。それがずっと座りっぱなしの状態ですと、全くこう動かないと状況が起こるんですよね。はい、まああの飛行機の中でよくあるようなエコノミークラス症候群のようなああいう感じがずっと続いていると思えばわかりやすいと思うんですけども、まあこの状態がずっと続くとですね、まあ最近さまざまなこの研究が集まってきてですね、まあ肥満になったり。 それからまあ糖尿病とか高血圧の状態になったりとかまあそういうあの状態をの先にはですねまあ大きな病気例えば心筋梗塞それから脳梗塞もありますしまあ最近ですとある種のがんもそうですけれどもまあそういった病気につながって結果としてこう死が見えてくるといったような問題が起こっています。また最近だだととと認知症との関係もあるんだと いったような研究もあってですねあ<ー>まあ非常にさまの通常こう皆さんが考えている気になるような病気っていうものはまあほとんどが関係してきているというふうに思いますで我々が想定以上に結構重要なっていうかですねこの座りすぎっていうのがやっぱり影響を与えていると。 よう、はい、に考えた方がいいということだなんです、ね。そうですね。そういうふうなつもりでいた方がいいと思います。これあの黒澤さんあの健康への影響ということについて言うと、はい、今先生からもお話がありました。病気の問題もありましたが、はい、どのようふうに捉えたらいいですか、はい。そうですね。まあ座っているという姿勢自体がですね、やはり背中腰、はいまあ、まああの肩首にもまあ疲労を起こしてし,しまいますし、はい、体幹が弱るっていうことによってこう背中が丸くなる猫背ですとか<ー>腰が丸くなるということで、うん、姿勢も悪くなる。 それから股関節とか膝とか足首というのを動かさなくなると、ええ、例えば立って歩く時にもこれらの筋肉が動いて前へ進めるわけなんですけれども、ええ、それが不安定になって転びやすくなるとか片足立ちが長くできないと、はい、歩幅が狭くなったり、はい、早く歩けなくなったりっていうような影響まで出てくるので、ええ、個質が低下していくっていうことですね。私なんか身長ああるるからね、はい、結構歩幅があるでしょっていう みんな言われるんですが実は自分で測ってみるとね意外と短いんですよやっぱりこういうのがだんだん影響してきてう、うん、もう少しやっぱりそういったことを意識を持ってこう、ねうね、やらなきゃいけないのかなと思ったりもしているんですけども、まあ、あのそういう面で言うとですねこれ今後ですけども出てくるという状況ですか、あのー、座りすぎというものがですねこれ時間的に言うとこれ岡さんど,ど,どんなふうにこれ考えたらいいんですかはいあのー 厚生労働省が発表したデータがあるんですけれども例えば日本人の,その成人のうちですね一日にこう8時間以上座るような人の割合というあの今出てますけれどもあの椅子に座ったりソファに寝そべったりそういうものを含めてなんですけれどもそういう割合がですね男性の場合は38%、まあ、女性も3人に一人ですね33%ぐらい。 まあ、比較的、これは高い値なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、どんどん、あの、世の中便利に、なってきてるんで。まあ、仕事だと、こう、パソコンを、もう、いつも、使うような仕事が増えてますし。まあ、家の中の家事とかも、あの、思い出してみればいいと思うんですけど。まあ、指一本で、あの、洗濯もできちゃう、掃除は、こう、あの。 円盤みたいなものがこう家事を掃除する、まあそんなこう生活にどん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 こうシフトしていってる、まあそこがやっぱり我々の在時間をすごくこう増やしていってるんじゃないかなと思っています。<あー S 1> また今あのお話ありましたけどあのコロナ禍でですね、こう家にこうこもりがち、に仕事もリモートワークになりました。でそういうふうになってしまうとすごくこうあの二極化が進んだというに考えてまして、それまで運動習慣を持っていた人は。 余計にちょっと運動する時間、ね、できた。はい、そういう方はいいんですけれども。えー、一方で、これまで通勤でちょっと動いてたとか。あの仕事場でちょっと動いたのが、ずっと家にいなければいけなくなってしまったんで、余計に座りすぎになってしまったと。えー、で、そこがすごくはっきりこう別れたんじゃないかなというふうに思うんですね。ーこれ、黒田さん、あの、こう、健康指導というのを、はい、されてる時にですね。今も出ましたけど、だんだん便利になったと。私もですね。このソファーに、な、横になりながら。このリモコンで。 でそのパッとこうテレビをですね、えー、チャンネルを変えたり。はい でついでにリモコンがちょっと遠いところにあるとうちの妻にそのリモコン取ってって言われて怒られてるんです、えー、そのぐらいい自分で立って取ってて取きなさいと <laughs>、ね、やっぱりそういうようなことというのが蓄積されてくるっていうこともありますよね,すね、はい、あの今おっしゃったリモコンを捨てようなんて冗談で言うんですけれども、えー、あの自分の周りにみんんな置いてしまうんですね本当に朝から晩まで本当にお手洗い以外立たなくて良い状態を朝セッティングするって、えー <laughs> おっしゃったりするんですよ。ええ、なんということだろうと。で、お茶はあの台所へ行って入れてこようとかですね、ええ、あるいはゴミ箱はその遠いところに置いて、ええ、わざわざ一個でも立って捨てに行こうとか、ーはーはーもうそういうことでもあの言わないと無理になってきてる。なんかうちの妻に怒られてるような気がしちゃ、ね、<え> <laughs> 確かにそうですね。もう何でもかんでも自分の周りに置いといて。えーうん 高齢者の方なんかはですねあの地域のこう自主グループというのをねあの私、指導させていただくことがあるんですが、はい、コロナ禍でそれが全部中止になってしまったんですけれども再開できないということが出,、ええ、出てきているんですね。うん、ということはやはり高齢者の方は特にお家の中で立って動いているわけはないのでやはり在位時間が増えることで外へ出られなくなってしまう。 ているという可能性も感じますね。うん、これはあの岡さんに伺いたいんですがね、その座り時間外にそれは日本が非常に長いということなんですが、これ比較するとやっぱりそのいろいろ他の国と比べてもということですか。そうですね。あのデータとして残っているのはあ、ねはい、あの日本はですね、これはあの平均ではなくて中央値という値なんですけれども、ええ、まあ世界二十か国のデータで比較してもですね、サウジアラビアと並んで非常に長かったと。 いうデータが残っています。あ<ー>最近ですと、まああのこれだと日本だけが特別なく見えますが、本当にあの世界中の国々が本当にあこの傾向というのが強まってると、はい、そうですね。はいそんな中で座りすぎによる健康への影響についてこのようなデータも示されています。え在位時間は椅子に座っているだけではなくてソファーに寝そべっている時間なども含まれます。 研究によりますと、在位時間が一日八時間から十一時間の人は。四時間未満の人よりも死亡リスクが十五パーセント高くなっていることがわかります。さらに、在位時間が今度は十一時間以上になりますと。この四時間未満の人よりも死亡リスクが四十パーセント高いという結果が出てきています。岡さん、このデータから分かることというのは、どういうことになってくるんでしょうか。はい、あのポイントいくつかあるんですけれども。 あの先ほども日本,人の男性日本人の男性は4割弱女性は33%ぐらいあの,の人が8時間以上というふうにあったと思うんですけれどもこの8時間以上というのがこの亡くなるリスクをこう高めていっていると時間それが一つの,あのまあ目安っていうんですかね健康被害の目安なんじゃないかなと思っています。 で、例えばですね、あの、この、もう一つのポイントはですね、これ。体を動かしていたとしてもっていうところなんですね。あ、動かしていても。そうなんです。そこが、実は大事で。それ以外の時間に、どれぐらい座ってるか。その長さが。この、こういう病気の。リスクを高めたりするです。過信し,しちゃいけないんです、<ー>あの、えー。黒田さん、私はですね。まあ、他に運動っていうのは、もう、散歩も最近あんまりやらないので。月二回程度のゴルフ。 これはまあほとんどあのカートを使わない歩くちょっとのが多いゴルフ場なんでで歩いてるからまあ月に一回はねこう六キロぐらいだからかける十まあね十二三キロは歩いてるからと運動量があるように思ってんです。で思安心して安心っていうわけじゃないんですけどそれではやっぱりダメなんですか。そうですねまああのおっしゃるようにゴルフっていうのはまあ運動として捉えるとあのやった感があるからこそ。 それがあるから他の時は寝ててもいいんじゃないかというふうな気持ちもなりやすくてですねですから運動不足が問題ではなくてその身体活動量全体が不足していることが問題であるということなんですねです,ですから激しい運動とかやった感のある運動をしている方ほど実はあれだけやってるんだからこのぐらい寝てても大丈夫じゃないかとい、まね、私は今、頭の中で言い訳ではもうとにかく月に1 2三3キロは歩いてると。<laughs> いやダメダメだそれだけで、はい、過信しちゃいけないってことですね、うん。そうですね。あの、ね、私が糖尿病のお患者さんをねあの以前指導させていただいたときに、えー、あのやはり週に三回一万歩歩いてるとおっしゃるんで、えーはいます、はい。なのに数字がこうよくならないと、えーえー、なんでなんだろうと思っていろいろこう伺ったりしていると一、えー、万歩も歩くとクタクタになっちゃうので、えー、翌日は寝てるんですと。 全くソファーの上にいるとおっしゃるんですよ。で、それこそさっきおっしゃって何, <laughs> 何百歩だと。で、そういうことをこう私は実感してきているんですが、そうすると。岡先生のこう研究結果が出てきたりして、はい、ああ、やっぱりなあっていうことが。あの、感じられているところなんです、ね。これ、岡さんはですね、座りすぎると健康被害という、まあ、これ、私も実は。 初めてに近いようなそうなったのかというふうにはですねまあ思ってはいるんですけどもこれ,こ,れこれを研究されようという着眼したというのはこれ私自身の専門はこう行動変容と人がどうやってこう運動をするようになるのかとかってまあそういうことにすごくもともと興味あって研究してたんですけどまあ実際あのここ何十年もですねその運動習慣を持つ人の割合っていうのはそんなに変わってないんですよね。だけど日常のこう 歩数といいう観点にするるどどんんん減っていっててです、はい、で何が減ってるのかっていうとその運動によるところじゃなくて仕事だとか移動だとか、はい、そういうところがどん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 家事とかですね、えー、そこの部分の活動量が減ってるんですね。<ー>でよくよく内訳見てみたらみんな座ってるじゃないかと、えー、っていうこともあって、えー、まあその座りすぎのリスクということにこう着目し始めたと。 まだすごく新しい研究テーマだと思うんですよね、ええうん、コロナ禍以降高まる座りすぎによる健康リスクなんですが岡さんこの予防としては当然座りすぎないということが重要になってくるんででしょうかうん、そうですねあの基本的にはです、ね、こう座ってる時間を減らすということがすごく大事なんですけれどももう一つのポイントとしてはこう長時間です、ね、続けてこう座り 何ですかね、座りっぱなしにならない。これがすごく重要なポイントなんじゃないかなと思っています。うん、まあ、まず最初にできること、その一歩、始めの一歩というふうに考えると。こう、立つっていうことですね。こ,はい、これを、まあ、できればですね。三十分に一度ぐらい。はい。うん、まあ、それがどうしても難しいということであれば。うん、まあ、少なくとも一時間に。一度は立ち上がってですね。まあ、できれば、こう、三分、あるいは五分ぐらい。 体をちょっと動かす、はい、すごく激しい運動あの体を動かすことなくてもいいので、うん、あの頻繁に動かしていただくということが大事かなと。あこれはもう座るのがあまり長時間良くないと連続してるのがということなんですがじゃあ立つここととによる効果っていいうううのはどういうことなんですか、はい、あの例えばですねこう海外なんかではさまざまな実験が行われてまして、ね、あ,のある人がこう3つの研究の条件に ずっと座りっぱなしの,あの条件に参加するあるいはその30分に一度ぐらいですねこう3分ぐらいこうそのブレイクをすると中断するんですね座ってるの。で,で,でそういうような実験をこうしてみると例えば血糖値みたいなものっていうのは実はあのこの図にもありますけれどもこう右の青とこの,あの緑のところを見てもらうと分かる通り。 そのこれ強度が違うんですね。こうブレイクをしている。はい。ーは,ーいはい。一番赤はずっと座りっぱなし。はい、青はこうブレイクを。はい、ただ強度が弱いんです。うん、<ー>一番右はあの結構あの早歩きとか。それぐらいの強度でブレイクする。三十、えー、分に一回、二十分に一回。そうすると、見てもらうと分かる通り。その弱い強度でも強い強度でも。その改善の度合いですね。血糖値の。はい、はもうほとんど変わらないんです。はい。 ねはい、そうですよね、はい、でそういうふうに考えていくと大事なことっていうのは強度じゃなくて実は頻度が頻度度がですねだからできる限り頻繁にっていうところがすごく重要なポイントなんじゃないかなというふうに,にこうそうなるとですねさあ立ち上がれと言われてもこれ黒田さんど,こうどのようなことをしたらいいのかというふうにこれ、はいまあ、今ご覧になっている方もですね、うん、思うと思うんですこの辺りどうですかあの 結構皆さんん難ししく考えすぎてしまうんですよ何か方法と思うんだけど一番簡単なのはその場でで足踏みをすすることですね、えー、あるいはちょっと私はあのお手洗いに行くでもいいしキッチンに行くでもいいので、えー、ちょっと足踏みをする意識で動いて、えー、え3分から5分お取りになるなんていうのは簡単にできると思うんですね。うんはい、それから ちょっと私がお勧めしている体操がゆるゆる屈伸っていうものがありますし、名前通りゆるいんですが、このぐらいでいいんですかこのぐらいですと、ええ先ほどあの岡先生おっしゃったように強い運動で言えばスクワットになってしまうと思うんですが、それをもっとゆるく動かすんですね。でそれによってこうリズミカルに動かすことによって であの血流も良くなり体が温まりということも起きてきますしあの3分ぐらいやるとなぜか気持ちよくこうなんかすっきりリラックス感も得られたりですねあるいはちょっと膝や腰に負担がかかっているような方があのその辺りが楽になるっていう感じをあの感じていただけたりするんですよ。ですからちょっと体に風潮を感じている方なんかもできますので。 あ,れあんまり義務感としてねスクワットで私もですね15本3セットっていうのを毎朝でお風呂に入る時とかねっやってたんですがちょっとこれ中断しちゃうとですねあ面倒だなとかですねもう絶対こうしなきゃいけないといってまあ特に腰を全部下げてっていうなると結構負荷がかかりすぎて。 やっぱり今みたいいいいなぐらででもいいわけですねあの深い屈伸というのは、まあ、筋トレというね筋肉をこうあの丈夫にしたり増やしたりという目的で、まあ、やるんですけれども、うん、今回の場合でしたらやはりあの強度の違いは関係ない、ね、ということですのででしたら緩い方がいいですしなんとなくできることの方がいい と、うん、思いますね。そうですよね。これくらいだったら岩田さんどうですか。<う>ちょっとこう立ち上がってこう。いや,いや、あの、今寝すぎないように立ち上がってですね。これくらいと。いうふうに。<laughs> <っ>というふうに<だ>。これからしようとう。私は。なかなかやっぱり日常で意識しておくことっていうのは重要だと思うんですが。 続かという方も多いかなと思うんですがその辺りは黒田さん何かアドバイスありますすそうですねあの、まあ、時間がこう定時的に見つかるといいので例えばあのテレビを見ていたらコマーシャルの時間は必ず経つというふうにするとかですねあお手洗いに行く時には帰りを長い時間かけて帰ってくるようにするとか、まあ、そういうこともあると思うんですけれども例えば先ほどのゆるゆる屈伸なんていうのはやった後気持ちがいいんですよ。 で、あ、なんか体のあのこわばりが取れたわっていうような、うん、あの動いた後の実感をすごく良かったって感じるといいですね。はい、と合意を与えることになるので、そうすると体も脳も嬉しくなって、ね、またやろうかなっていう気持ちになってる。ね、はい、そういう気持ちのところも重要なんですね。大事だと思いますね。はい、ゆるゆるね。あと岡さんはですね、この研究室、学校の研究室でも座りすぎないための工夫をされているということなんですが。 これはどういうううい工夫なんででしょうかそうですねあの私たちも、まあ、研究をするということで、まあ、資料を読んだりとか、えー、それから文章を書いたりとか、えーまあ、そうどちらかというとパソコンに向かってやる時間が長いんですけどやっぱりその その時間をずっととてしてしまうとですね本当に一日に十何時間座ってるような、えー、そんな日も出てくるんですね。はいはい、ですからあの私たちの研究室ではこう立ってもそれからそれ座っても仕事ができるような机を、えーえー、あこれですね使わせていただいてあの、まあ、立てる時に立つ。 で、<れ>座りたくな、座りたくなったら、別に座ってるあ。座ってないようにも。はい、高さを下げて、あの、座れるんですね。<ー>座れるようにもなってるんですね。えー、はい、ずっと立ってるっていうわけじゃないです、ね。え、もう、まだ。私は、あの、<laughs> す、座ることが悪いとは一言も言ってなくて、あはいはい、とにかく座りすぎが悪いんだと。 座りっぱなしをやっぱりやめようということなんですよね。どう、はいうふうに変えて働いてる方々から何かこう声がありましたか？あの腰痛や肩こりがあったあの人たちがまあほとんどなくなったということもありますし、あのまあそういう意味ではすごくあの効果高いなと。私が一番もしかすると座ってるかもしれない。 しれないですね。そうですか。皆さん結構積極的にやっぱり立ってお仕事をされま、はい。これもあの写真撮るために別に皆さん立ってるわけじゃなくて、<laughs> あの自然にこういうあのあの仕事スタイルをやってるとこ <laughs> とになります。今あの IT 企業なんかでもですね、会議の時みんな集まって立ってやるっていうのも会社も <laughs>、はい。 出てきましたよね。年もなりませんし、それから会議も早くも終わりますし。効率が良くなるっていう。うね、かえって頭の回転じゃないですけども、全体、はい、的にはスピードアップしてきたということなんですね。そう思います。はい。これはやっぱりあの黒田さん、こういったものという意識をやっぱりどん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 やっぱり知識としても吸収してですね。あ。 そういうことなんだというのはやっぱり気づかなきゃいけないですよね。そうですね。私はあのやはり理屈を知るってことはとても大切だと思っていて、はいえー、理屈理論を知った上で、あの自分の気持ちと生活の中での気づきを生むような工夫を何かしていただく、えーえー、そして動くっていうことがやっぱり大事だと思いますね。あれ、えー、女性っていうかまああのー、ね家事ねなんか見てますとね、ずっと立ってて料理をしたり、うん、まあ掃除をしたりとかあの洗濯をというあれも。 やっぱり随分だから立って動いてということで。 そのゴロッと寝ててるるるに比べたらはるかにやっっぱり違くうですねあの女性の家事っていうのはかなり、ね、あの活動量があるというふうに思ってますし、うんえー、あと何かを生み出す喜びっていうのがあるんですねきれ、はい綺麗になるとかおいしいものが作れるとかそういったところがやっぱりとても大切なモチベーションだと思いますこれやっぱり今モチベーションの話出ましたけどのお母さんやっぱりそういうこともやっぱり頭の中に入れていくっていうのは必要ですね。や、はい、やっっぱぱりり人のの行動っていうのはやっぱりこうはこ 気分や感情とすごく結びついてるわけですよね。はい、ですから、いい気分になってると、次の行動が起こしやすくなるんですね。それをやっぱり、あのうまく利用していくっていうのは、すごく大事なのかなと思います。変えその中で、ないけないはい、ちょっと一日の行動割合を示した図というところ、ちょっと見ていきたいんですが。岡さん、ここがですね、この。 在位時間と低強度の身体活動それからまあ早歩きジョギングなどというふうにありますがこれどこがポイントになってくるんでしょうか、ね、あの見ていただくと分かる通り、あり緑のところですね<え>こう強度の高い活動というのは、まあ、我々が起きている間のまあ平均でいうと残りの95%見てもらうと赤い今日のテーマである,ある在庫動ここがやっぱり50%から60%ぐらいになるんですね。うん でそれであとは青がちょこちょこ動くところここがやっぱり30%から40%ぐらいなるんですよね。で緑は基本やっぱり独立していてで赤と青が常にこうトレードオフの関係にあるんですね。ですからこれまでのように緑をの要するに運動俗に言う運動をしようっていう取り組みを一生懸命やっていくことも大事なんだけれども赤を少しでも減らしてこの青に。 こう付け替えていで,、ねらんはい、でさっき言った家事であるとかそれから移動の場面だとかっていう、はい、そういうとこ仕事の場面ですね<ー>そういうところで少しでもこうアクティビティこう活動を稼いでいくというところが、はい、ああの健康づくりののここからは健康リスクを減らすために座ったままできる簡単ながら体操を 健康運動指導士の黒田さんに教えていただきます。黒田さん、よろしくお願いいたします。まずは、どこから始めたらいいんでしょうか。まず黒田さん、あのお手本をお願いします。まず、あの、つま先かかとというね、体操なんですけども。もう、簡単です。つま先を上げる。はい、そして、下ろしたら、かかとを上げる。はい、下ろす。これを繰り返す。だけですよね。はい。岩田さんも、はい。自殺さん、本当に。はい。 うそうですね。あのこれですと、<う>はい静かにできますのでマンションの2階の方でも下、ね、の階にもですね。これなんかこ,ういう、ね、こうしたらここのままやったらここにちょっと負荷がかかるぐらいで,いいで,す,かです。はい。あのかかとを上げるとふくらはぎがキュッとこう上がってくるのが分かりいただけると思いますね。でつま先を上げるとすねが頑張るわけです、ね。ですから爪、ね、ふくらはぎをこう交互に、えー、力を入れたり伸ばしたりっていうことができます。えー、岩田さん実際ちょっと簡単な 運動には見えますがいかがですか、ね、結構これでも回数やったら結構この辺でね があるようななかなか日常は使わない筋肉がらいですからこれはねまずは回数というのとかあんまり負荷をかけるとか考えないでそこがまたハードルになるので例えばだらんとしてちょっとつま先かかとつま先かかとと揺らす程度にい何か考えながらとか音楽を聴きながら何かリズムを取るように動かす。 そのくらいでも十分だと思いますこうせばならんとかなんていうのやめたほうがいいんですねそうなんです何角度はどのぐらいとかねそういうキープして何秒とかもうそういうことを考えない、はい っていうことですね。つまづきや転倒などの予防にも効果的という。そうですね。歩くときというのはつま先が上がって着地をかかとからして、そしてつま先で蹴り出すわけですけれども、こういうことをやっておくとかかとからちゃんと着地ができて蹴り出す。効いてきますね。はい。ちょっと電車に乗ってる間とか、テレビを見てる間とかそうですあの電車に乗ってるときは静かにこう。 おやりになるとで大丈夫ですあまり派手になるなんかちょっと怪しくなりますね続いて二つ目の運動に参りましょうこれはどんな運動にすか今度はですね膝と太もものゆらゆらということなんですけれどもこれも別に何も考えることはなくてですねまあ大体肩幅ぐらいに開いているだろうと普段からこういうことですあ、これはまた 簡単なんとなく開いたり閉じたり、ええということを繰り返していただくわけなんですけど、ね、れでもこれもずっとやってると結構きつ実はそうなんですね、ええ、こういうことをするために割と股関節,股関節が、ね、硬くなっているんですけど、はい、すももお尻してきますか、ね、あの体を支えるこの体幹の下の方ですね、ええ、こういったところをこう一緒に使ってくれますので。 股関節がやっっぱりくくなってしまうとはいあの股関節は血液を流していくね場所で大事な場所ですしあるいは股関節が硬くなると先ほど言いましたけども立ち座りがしにくくなったり歩きにくくなるので また活動量が減ってしまう、えー、ですから本当にもうだらんでいいんですだあんまりこんななってやらなくても, <laughs> あもうそういうことですねですから背筋を伸ばした方がもちろん効果は上がる、はい、でもそこを目指さないでもいい、はい、と,もとりあえずなんかこうあこれならちょっと私でもねそうするとですねちょっとテレビを見てる間になんかこうやって 足を動かすと、はい、まあそういったところであのできることじゃないかと思います。これ随分やっぱりやってると効果が出てきますから。そうですね。す数分やっていると割とね、立った時にあれ体がこわばってないって。<ー>実際私もやるんですけど感じますね。うん、これももう全然一日どのくらいとかっていうことももうここです、ね、にはなくて大丈夫ですか、ねはい。やはりあの岡先生おっしゃるに時々時々やるっていうことが、はい、いいのではないかと思います。 では3つ目の運動なんですが椅子から立ったり座ったりする時にもちょっとしたことを意識するといいということなんですがこれが「こんにちはどっこいしょ」というんですが座り立ちがおくになる理由って股関節をうまく動かせなくなることがあるのでここれがんんにちはなですね重心が前へ行きますからお尻を上げるのがどっこい体を起こすのでしょうですね。はい 座る時にもこんにちはをしていただいてどっこいしょと最近自分でもどこいしょってのこと出てくるうになりましたけど、ね、どっこいしょって言いますよねですからせっかくだから使っちゃうんですね言わないように頑張らないこれまっすこうやってやるのはすごく大変ですけそうなんですこう立とうとするとドーンということが起きていやいやいはい、それを中心の移動でこんにちはどっこ ご一緒です。で、今度は、あ、ゆっくり、こいった方がいい。そうですね。足の付け根に手を当てて、そうです。その岩田さん、あと10センチのところで、粘ると。粘る。あ、ここでちょっと。粘る。ゆっくりと、筋肉、しっかり使うことができますね。いや、これは効きますね。はい。ただ、立ち上がりやすくなってるそうなんです。確かに、そう、こうですね。はい。こんにちは。こえ、どう。ご一緒。 右<で>は出てくちょっと止める。<い><緒> 不り下ろしますね立ったり座ったりやっぱりありますからその時ぜひこれこれはいいですね,いですねはい、あの何回やろうって頑張るよりも座りたちの時にこんにちはどっこいしょ意識するうあまりはな何セットは、まあま運動部の流れで言ったら何セット何回だって <laughs> 頑張うあんまり考えない頑張ろうとしないというところい、はい、この場合はやはり頑張ろうとしないようなことで続けていただくといいですね<ー>ん <laughs> これはですよね<ー>だけど <laughs> 先生、やっぱりこのあたりっていうのは非常にこう。あんまりこう。自で義務感ではなく、やっていくっていうのは必要ですよね。はい、もうそれが一番重要だと思います。うん、あの今、黒田先生に教えていただいた運動っていうのは、ふくらはぎをたくさん使って、ええ、それから太ももの筋肉を使って。体の中で一番大きな筋肉なんですね。で、はい、なんすごくあの激しい運動をしなきゃいけないと思うかもしれませんが、ええ、こういったちょっとしたこう。軽い目のあのものを。 頻繁に取り入れていただくのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。うん、これはやっぱりあのこう指導しておられても、こういう,うやり方でやってったら、やっぱり、はい、意外と気楽にこう受け入れられる、はい。あのあれ教えてもらったのをやってるわよって言うのが、こんなことなんです。ですから、私もプログラムとして残しているということですね。<laughs> すはい。岩田さん、今三つされましたが、なんかちょっとポカポカしてくるよ。いや、もうなんとなくね、これ、あ、すごい温かみが出てきましたよ、この中にね。ねこれでこの花が。<laughs> つっくれたらだいぶ効果が出てくるでしょうね。そうですね。はい。あの血流が良くなって温まって動きやすくなるから活動量を増やすっていう繋がっていくことになります。いやこれでだいぶ変化が出てくると思いますよこれで。岩田さんちょっと険しい顔途中でありましたがちょっとにこやかに。いやいや。こうですよこうですね。本当に。はい。ありがとうございます。上野さん今日伺ったことあったらこれあの自宅に帰ってもできますよね。 まあまあもう鍛えてるから大丈夫でしょうけど。いいいい私もちょっとあの取り入れたいなと思いましたです、ね。簡単な形、ね、もこれからこれとかいろいろ含めてどっこ一緒、はい、<laughs> あ挨拶してから。どこにいるのかなどこ。これあの岡さんやっぱり定それ以外でプラスアルファですね定期的な運動っていうのがですねあの。 コロナの時にはアスレチッククラブとか結構そういうとこに行けなくなったりっていうのが接触できないっていうんでありましたけどまた復活してますけどもやっぱり定期的な運動とといいううことも心るっていうの大事ですすねはははいいい私はそれが一番だとううふうには思ってまでもせっかくそういうふうに運動を、はい、あのするのであれば、えー、その効果を最大化するためにもそれ以外の時間の座りすぎを減らした方がいい。どうしても運動すると やった感が満足感が残ってそれ以外の時間ずっと座っちゃうということがよくもう多々あるんですねですからそれを避けていただいていやせっかくやった運動の効果を最大化するというふうに考えていけばいいんじゃないかない、ね、そ,うそ,うそうですねこれあの、黒田さんやっぱりせっかくやったものっていうのは最大化じゃな,きゃいなくてこれは昨日ゴルフもねスラウンドみたいにやったらねで満足してずっと倒れてるんじゃよくなってんじゃ ということですよね。<laughs> そうですね。えー、はい。あの私はよくあの運動っていうのは家を建てることで、えー、その土台作りがその活動量を上げるっていうことだっていうふうにお伝えしているんですけど、その活動量を上げた上で運動することで健康がこう作られていくっていうイメージですね。えーえー、ですからなんかいいイメージを持っていくっていうことがなんか義務ではなく。 いこれはあの今もう完全にあの長寿社会ってですけども健康で長寿でなきゃいけないという中でいうと黒田さんやっぱりずっと指導されていてそういった方が増えてくるっていうのはやっぱり。 目に見えてくるんじゃないかと思うんですけど、ね。そうですね。今私の生徒さんで九十歳の方がおられて、親御さんが百八歳まで生きられたっておっしゃるんです。はい、ですから自分は最後まで介護にならないっていうと、九十から運動を始められてあ。ああ九十で、はい、じゃあ全然私もこれからでも向かに、もちろんですよ。それでもやるからね <laughs>。あれはあのそういう面で言うと、そういったことを続けて、今もうこれ完全に長寿社会になってますから、これお母さんやっぱりそれで保っていくっていうのは大事です。やっぱり。そうですね。今もお話あります したけどやっぱり元気じゃなきゃいけないです、ね、そうですね健康だけじゃダメなんですそうですね元気で健康元気でそれが一番やっぱりポイントになってくるんだと思いますですねなんか最近疲れ気味だったんですけどね、はい、今日なんかこうちょっとやっただけでね、えー、アントラックホカ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 してきてやっぱり血流がちょっとよくなって、えー、なんとなくやる気が出てくるというかそれが大事なんですよねだと思いますねさて明日ですけども、はいえー、大企業での高い賃上げなんですがこれが 広がっていくのかというあたりを議論していきます,そうです、ね、ゼロ金利解除というのもありましたから岡田、はいえー、さん、黒田さん、本当に今日はどうもありがとうございましたありがとうございました